全日本プロレスオープン選手権大会第7戦を迎えました超満員の福井市体育館でございます。世界の強豪20選手による熾烈な争いはいよいよ中盤に入りまして、ただいまリング上ではオープン選手権大会ファンが選んだ対決ザ・デストロイヤー対ドン・レオ・ジョナサンの30分一本勝負が今開始されました。白覆面の魔王 PWF 認定 US ヘビー級チャンピオンのザ・デストロイヤー、そしてドン・レオ・ジョナサン前グランプリヘビー級チャンピオンとの対決であります。この試合の解説はおなじみの東京スポーツ山田隆さんにお願いしております。山田さん、この試合も大型ファイターとそれから、まあ、どちらかというと小型のデストロイヤーと面白い試合になりそうですね。そうですね、デストロイヤーとジョナサンですが、はい、体重差にして約60ポンドありますね。そうですね、28キロ違いますね。はい、そうなりますとね、はい、比較的小柄のデストロイヤーとしては相当大きなハンディキャップを背負って戦うことになるわけですが、はい、まあ、格闘技の原則論で言えば、はい、まあ、とてもかなわないと見ていいんですが、そこはやはりデストロイヤーはくせ者ですからね、しぶとく食い下がっていくでしょうね。そうですね、まあ、足音の字固め対ハイジャックバックブリーカーザ・デストロイヤーが183センチ110キロ、ドン・レオ・ジョナサン196センチ138キロであります。身長で13センチ、体重で28キロ違います。その体重そして身長のハンデの差をどのように引き飛ばしますか、ザ・デストロイヤーであります。フロントヘッドロックに決めるドン・レオ・ジョナサン、さあ振り回します。この辺り怪力無双のドン・レオ・ジョナサンであります。ファン人気投票西の第7位でありますドン・レオ・ジョナサン、そしてザ・デストロイヤーはファン人気投票の東の第6位にランクされております。しかしあのジョナサンの太い腕、そして怪力でヘッドロックで、ね、締め上げられると、はい、顔がいびつになってしまいますね。そうですね、まあ覆面をしておりますので顔の表情がよくわかりませんけれども非常に苦しいでしょうザ・デストロイヤー。こね回します。第のフロントヘッドロックに決めるドン・レオ・ジョナサンであります。怪力、テクニック、スピードと3拍子揃っておりますドン・レオ・ジョナサン、さあとまた振り回す、また振り回しますドン・レオ・ジョナサン。ジョナサンはね、はい、このサイドヘッドロックから の振り回しが得意ですからね。そうですね、あるいはまたあのハイジャックバックリブリーカーに持っていくまでのジャイアントスイングとか大技ですね。さあショルダーアタックを見せましたジョナサン、さあまた振ります。デストロイヤーとしてはね、非常に苦しいのは寝技に持ち込んでもこれだけ体重差がありますとね、はい、相手の体によってスタミナを失ってしまう恐れがある、はい、そしてこうして立っていわゆるスタンディングレスリングしてても苦しいと、そうですね、どちらもできないようなですね、立場ですね。まあしかしどちらかといえばデストロイヤーとしてはあのグラウンドに持ち込んでた方がいいでしょうね。まあ、どうでしょう、疑問ですね。そうですか、むしろね、私はあのこのスタンドレスリングでスピードを、豊かに走り回るのがいいと思うんですよね、はい、捕まっちゃダメですね。依然として構成が続いているドン・レオ・ジョナサン、
デストロイヤーの首を頭を離しません。そうスライディングヘッドシダースが行った。スライディングレッグシダースが行きまして、ようやくおっと足音の字のボタンに入ります。素早い動きであります。白覆面の魔王ザ・デストロイヤー、今デストロイヤー首ひねってますけど、まだ無理ですね。そうですね、しかもジョナサンはね足が長いですからね、接近した場合にすぐ片方の足でね、はい、蹴飛ばされてしまいますね。ですから4の字をかけるとしたら、うんとダメージを与えるか、入り方に工夫を加えない限り無理ですね。あまりにもまともですね、ええ、ザ・デストロイヤー、ドンレオ・ジョナサンの一戦、非常にパワフルな一戦であります。立感にあふれています。今度はオート、デストロイヤーが首投げに行こうというところですが、腰を落としてかかりません。ヘッドロック、今度は逆に俳優側のヘッドロック、フライングメイヤー行きません。腰を落としています。とにかく体重差約30キロあります。素早い動きでカバーしたいデストロイヤー。さあコーナーからオールハンドをリバウンドを利用して投げました。ようやく攻勢に移りましたザ・デストロイヤー。まあ、デストロイヤーとしてはスタミナ面に、このシリーズの前あたりはちょっと問題があると言われたんですが、どうやらUS ヘビー級チャンピオンをブッチャーから奪い返して調子に乗ってきたような感じですね。その方面は全く心配ないですね、はい、ですから今日も思い切った勝負に出ると思いますけれども、やはり成功法ではダメなんで、今のようないろいろ攻め手に工夫を加えないとダメですね。そうですね。さあデストロイヤー、今度はジョナサンが攻勢に移ろうというところ、またフライングメイヤー、相手の力を利用したザ・デストロイヤーのフライングメイヤー首投げであります。ドン・レオ・ジョナサンは前グランプリヘビー級チャンピオン、カナダ・バンクーバー・オレゴン州ポートランド地区、ジン・キニツキー・ドン・オーエンの推薦でこのオープン選手権に参加を決めております。一方ザ・デストロイヤーは今も申し上げましたが、ブッチャーから US ヘビー級のタイトルを奪い返しまして波に乗っております。ザ・デストロイヤー、ドン・レオ・ジョナサン、30分一本勝負が行われております。このドン・レオ・ジョナサン攻めておりますが、副業として社員30人を抱える潜水会社の副社長をやっているそうであります。リングに上がらない時には自ら海に潜って海底油田の掘削などで稼いでいるという、こういったなかなかまあ幅広いそのドン・レオ・ジョナサン、資産家と申しましょうかね。そうですね、もうカナダではね、なかなか有名な、ダイバーですね。そうですね、非常に肺活量も強い人ですしね、その方面でももうベテランになりましたね。まあ、とにかくこの体ですからね、海に潜ったらどこまでも潜れるという感じがしますね。そしてこの人は研究熱心な人で、日本へ来てもですね、横浜あたりでいろいろその潜水関係の道具を探したりですね、もうレスリングと同じように生真面目な人ですね。持ち上げましたね。持ち上げましたザ・デストロイヤー。こういうところはやはりデストロイヤー根性ありますね。しかしサードロープの上、仁王立ちになりましたドン・レオ・ジョナサン、じーっと見ています。この体格のハンデをなんとか技でザ・デストロイヤードン・レオ・ジョナサンに一矢報いたい感じであります。さあ、今度は左腕を決めました。ザ・デストロイヤー。ニードロップが行く。ダブルニードロップで攻めつけるザ・デストロイヤー。オーサンドを利用して立ち上がった。回転して。さすがにこの辺り。なかなかうまいドン・レオ・ジョナサン。握手に行きました。ザ・デストロイヤーであります。あまりにも背が違いすぎるといった感じのジェスチャーを見せましたザ・デストロイヤーであります。このシリーズではミスターレスリングに時間切れ引き分け、グレート草津には耐え固めで下しまして勝ち点2を挙げております。そしてディック・マードッチにも時間切れ引き分け、デストロイヤーは勝ち点では4点を挙げております。現在までのザ・デストロイヤーの成績であります。やはり世界の強豪超一流がですね、集まってきて
まあお互いに本当に実力的には紙一重といったような人たちが多いので、引き分け試合ということも多いですね。そうですね、まあ本当にね頑張りっこですからね、はい、これは。まあそしてその日のまたコンディションが微妙に影響してくるんでしょうね。そうですね、はい。さあ回転をしました、ザ・デストロイヤー。このあたり、まあコミカルな動きに場内から拍手が起こっております。超満員の福井市体育館であります。くせ者同士、今度が5度目の来日でありますドンレオジョナサン、前グランプリヘビー級チャンピオンであります獅子王ドンレオジョナサンであります。ザ・デストロイヤーがフルネルソンに行きました。大きな体のドンレオジョナサンのバックに回っています。まあ、この後もあまり効果的ではないようですね、ちょっとジョナサンに対してフルネルソンやっても、はい、これだけ体格差があればあまり効果はないですね。自分がこうやってあの体を沈めていかないと相手に対しては効かないわけです。そうですね、沈めると逆に押し潰されてしまう恐れがありますね、はい、とにかくザ・デストロイヤーとしてはちょっと持て余し気味であります。この体勢から下手をしますとハイジャックバックブリーカーにも行きますからね。そうですね、まあジョナサンという人は非常に感動するという人ですから ね、いろんな形からあのハイジャックに入っていく方法を知ってますね、はい、キックで反撃しますドンレオジョナサン。さあ今度はドンレオジョナサンが逆にリバースフルネルソンに行きます。デストロイヤーが苦しい、足をかけます。この辺りなかなかうまいザ・デストロイヤーです。とにかくこの怪力無双のドンデオジョナサン、福岡の大会ではミスターレスリングをぐる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 と振り回しましたからね。また振り回します。ハイジャックバックブリーカーで私が数えたところでは7回回してついにミスターレスリングをノックアウトしました。非常に太い腕です。フルネルソンで攻めつけるドンレオジョナサン、苦しい体勢のザ・デストロイヤーであります。スタンスを広げてなんとか逃れたいザ・デストロイヤー。レフリーはジェリー・マードックであります。デストロイヤーに聞いています。ノーという声が出ました。ようやくクリアしましたデストロイヤー。しかしそれをまた持ち上げたドンレオジョナサン、また同じ体勢です。どうですかデストロイヤーとしてもちょっとその技で逃れるその脱出が不可能のような感じになりましたね。そうですね、こうなったらやっぱりあの足をフックしてですね、はい、少しでもあのダメージを防がなきゃいけませんね。さあどのようにクリアしますかザ・デストロイヤー。怪力で締め上げます。ドンデオジョナサン、さあまた振ります。またぐる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 と振り回します。効きますよ。ちょうど二の腕がめり込むような感じでデストロイヤーを攻めつけていますドンデオジョナサン。これであの振り回していきますとね、はい、首が決まってしまいますね、はい、しかもあの相手の体重をうまく利用するわけです。すごいですね。さあ今度は首折りに行きますね。完全にあのデストロイヤーの背中の筋肉をですね、はい、見てると苦しいのがはっきり分かりますね、はい、もう後背筋のあたりが真っ赤になってますね。そうですね、この技は、まあ、ネックブリーカーにもなってるわけですね。そうです、ネックブロック、そしてネックブリーカーにもなります。腕とそして首を決めています。ようやくロープブレイクを狙いました。ロープブレイクに入りましたザ・デストロイヤー。しかし相当これダメージ大きいですね。そうですね、もうデストロイヤーの背中そして首のあたり真っ赤になりました。ほとんど汗もかいておりませんドンレオジョナサン。このあたり体格の範では大きい感じがいたします。196センチ138キロ、巨漢レスラーのドンレオジョナサン。白覆面の魔王 US ヘビー級チャンピオンのザ・デストロイヤーであります。
逃げ回るザ・デストロイヤー。まあこのデストロイヤーは、機械室でも最近はクリスマスソングの練習などもしてましてね、カセットテープを持ってきて盛んに歌の練習、そしてその合間に、ウェイトリフティングなどを行いますし、もう本当に、暇がないといった感じで、よく動いておりますザ・デストロイヤー。徐々にこうして、ドンレオ・ジョナさんとしてはデストロイヤーのスタミナを奪っていくという、そういう感じがしますね。そうですね、やはりあのデストロイヤーというのはもうベテラン中のベテランですから、ジョナさんにしてもそう甘くは見てませんね、はい、ですからじっくり作戦を立ててじわじわと追い込んでいうことでしょう。そうですね。さあ今度は足を添えに行きます。さあそれを蹴り返す、ドンレオ・ジョナさん。両選手に拍手が起こっております。超満員の福井市体育館であります。ドンレオ・ジョナさんのそのレスリングのモットーとしては、敵を知り己を知る、本物の勝負師と言われております。そのジョナさん、今日はザ・デストロイヤーを相手に、現在までのところ力とパワー、そしてテクニックでも圧倒しております。30分1本勝負、これから後半に入ります。デストロイヤーとしてはなんとかこの力を封じて技に持っていきたい感じであります。今15分を経過しました。ザ・デストロイヤー、ドンデオ・ジョナさんの一戦であります。さあロープの反動を下したモンキーフリップだ。おっと、これは立ち上がった、ロープキック、デストロイヤーが両外転落しました。リング外に落ちました。カウントを取ります。ジェリー・マードック、カウントは3、変異内にリングに入らないといけません。ザ・デストロイヤー、モンキーフリップをかけたんですが、はい、転がらないでスクッと立ち上がりましたね、しかもすぐドロップキックに行って、はい、すごい大型のドロップキックですね、これだけの力を利したドロップキック、かなり効いたでしょう。デストロイヤー、辛くもロープに上がりました。盛んに上のあたりを気にしています。大ベテラン対その力のドンレオ・ジョナさんであります。少しずつこのデストロイヤーがペースを盛り返そうという感じで、ラフなファイトに変わってきましたね。やはりね、ラフをミックスしたり、それからスピードで勝ち回したりということがいいですよね。さあフライングメイヤーだ、目に乗る。さあニードロップ、首に落ちました。余震ドロップであります。またバックに回ります。ドンデオ・ジョナさん、力のこもった一戦です。エプロンへ逃れる、ドンデオ・ジョナさん。大型台風の威力を持つストロングテクニシャン、もう本当に誰もが嫌がるこのドンデオ・ジョナさんというのは強いストロングマンですよね、いわゆる攻めどころがないんですね、これといったウィークポイントがほとんどないですからね。そうですね、しかも立ってよし寝てよしですからね、はい、まあ、ヘッシングとの一戦でも見たように、そのヘッシングの技がほとんど通じないですからね、この人の場合はね、はい、から単に体が大きいというだけでなくて、非常にあのバランスが取れてるんですね、ですからちょっとした技ではとても切り崩すこともできませんね、はい、ロープを回した、おっとドロップキックが自爆に回った、足を伸びの体勢に入った、足を今福下がロープへクリアします。ロープブレイク、逃げるジョナサン、オブデストロイヤーです。惜しいところですね、足4の字、やはりね、あの体が大きいですからね、はい、すぐロープへ逃げましたね。今体勢としてはもうほとんど
八分通り四の字かかりかけてたと。そうですね、いいんですかね。さあまたスタンディングポジションに変わりました。ドンレオジュナさんとザ・デストロイヤーの一戦です。さあ今度はパンチです。ボディースラムだ。そしてロープの反動を下りして、おーっとフライングニードロップは自爆、キャンバスに自ら足を打ち付けた。さあチャンスだ、デストロイヤーキニアフォーレッグロック。足4の字の体勢に行く。しかしポジションが悪い。ロープへ逃れるドンレオジュナさんであります。足を据えます。チャンスを迎えています。ザ・デストロイヤー右足を振っています。ドンレオジュナさん、さあその右足をまたニードロップで攻めつけるデストロイヤー。これはチャンスだぞザ・デストロイヤー。さあ足を取りに行きます。ジョナサンロープを外した。今度はボストンクラブ逆蛇の体勢に行く。しかし然としてロープを持って離しません。ドンレオジョナサン今度はレッグスプレット股先に行きます。多彩な技を持っていますザ・デストロイヤー。覆面世界一ザ・デストロイヤー、ドンレオジョナサンを攻めつけています。然として前足へストンピング。このダメージはかなり大きい感じのドンレオジュナさんであります。まだ立ち上がれません。30分1本勝負、ちょうど20分を経過しました。ドンレオジュナさんザ・デストロイヤーの一戦であります。ようやく攻勢を取りますザ・デストロイヤー。まあ、ジョナさんとしては今右足かなりダメージを負ってますので、これが回復するまではなんとかその時間を稼ぎたい、こんな感じですね。そうですね。逆にデストロイヤーにしてみれば、はい、初めてそのジョナさんが右足を右の膝ですか、はい、痛めたことでそこにウィークポイントができたわけですから、一気にここへ集中攻撃をかけるところですね。一気加勢に攻めたいザ・デストロイヤー。おーっと、こんなキックとキックを見せました。長い足でありますドンレオジュナさん。デストロイヤーの胸元に当たりました。またスタンディングポジションを取ります。両者リングの中央です。おっとショックを見せました。さあその右足を取ったぞ。ほらフィニア足4の字の体勢でいった。フィニアフォーレッグロック。おっと回転して逃げる。回転して逃げます。ドンレオジュナさん完全に入ったかに見えました。試練の早技でありますザ・デストロイヤー、その足音の字を辛くも逃れましたドンレオジュナさん。デストロイヤーの攻勢が続きます。さあロープへ振りました。おーっとスピニング、いやエアプレンスピンに行きましたが場外、両者とも転落しました。両者場外転落であります。ロープの最上段から落ちました。ジェリー・マードックがカウントをしております。このオープン選手権大会はカウント10以内にリングに上がりませんとリングアウトになります。さあロープから上がろうという感じのところへ、両者足の引っ張り合い、そして足の引っ張り合い、おーと両選手と間に合わない、両者リングアウト、両者カウントアウトであります。両者ドローとなりました。どちらも余力を残しておりまして上がろうとするところ、足をそして腰を引っ張りました。これはどうですか、両選手もつれ合って、山田さんね。そうですね、ジョナサンがエアペンスピンに出たんですね、その時にデストロイヤーがロープを掴んで、はい、逃げようとしたその体勢のまま最上段のロープ越しに落ちましたね。まあ確かに両者とも余力が残ってるんですが、お互い足を引っ張り合ってしまって、はい、リングアウト。まあ、デストロイヤー、ドンレオ、ジョナサン両者ともに、痛いその引き分けという感じでしょうね。そうですね、これはね痛いですね。そうですね、検討いたしました。ザ・デストロイヤー、ドンレオ・ジョナサン、結局両者リングアウト、引き分けとなりました。両者ともに勝ち点がありません。カウントアウトとなりました。